Take up seat presents Style Makers Radio。 はい、今週も始まりました。仙台の音楽シーンに特化した地元密着型ラジオプログラム Style Makers Radio、パーソナリティのテイクアップシード竹がお送りします。さて今日はですね、ツアーから帰ってきまして非常にバタバタしております。なのでなんと、またリモートで、トークをねしていこうという回になっております。ちょっとね時間がめちゃめちゃタイトなのでこの後すぐね、つなぎたいと思います。はい、ということで今週は、無事ツアーを終えている、終えた、はい、はい、おめでとうとか帰ってないけど、そう、あの、まあ、収録ですねあのちょうど、まあ、もこちゃんは1日早く4月1日からで、阿部子は4月2日からの工程で、ツアーを回ったんですが、あの途中でね、あのせっかくだからラジオの対談収録しちゃおうと思ったら結構みんな帰りバッタバタで、はい、はい、結局全然そうなんですよ、撮ろう撮ろうとは言ってたけど、うん、結局タイミングがなくて、はい、で私まだあの空港にいるんでね、はい、なのでまだまだです、はい、こんな感じで、またリモート収録をしております。はい、はい、まあ、よろしくお願いします。あのツアー真っ最中じゃなくて一応あの予定のねツアーを終えた、空港での収録なので最終日は終えたので、はい、まあ、ツアー終わったと言っても間違いではない。まあ、そうですね、ライブは終わったのでちょっとね光りながら、行きたいと思うんですが、はい、でも、はい、結構ねあのボリューミーな1週間だったから、うんうん、うん、もう私もそうだけどそのバッテイクチームも結構ボリューミーでしたよね、うん、はい、かなりね。帰ってきて次の日とかはライブあったんですか？だからもう帰ってすぐちょっと仮眠してすぐハードコアイベントがあってでそこからの、あの今俺これ撮ってるのも日曜なので、昼イベント、うんうん、夜イベントが終わった後で、はい、あ、終わってる時、そうす、結構ぐったりです、はい、でももうパーソナリティもアシスタントもぐったりということで新年度なのに本当にパタパタでしたね。お届けしていきます。なんかもっとフレッシュなツアー行ってきましたみたいなテンションで撮りたかったんですがちょっとぐったり状態なんで、ね、うん、改めてちょっとフレッシュなやつはまた今度撮るとして、はい、でもなんかあれね、なんか毎日ちゃんとちゃんとというかこちらもねあのテイクとしてもこうつなげたかったところ、つながりたかったところに、まあ、直接会いに行くツアーだったので、うんうん、なんかやっぱり行ってみるとね全然東京 の、 そのいわゆるアコースティックをメインでやってる会場の雰囲気とかも全然ね、うんうん、こう分からなかった部分が知れたので、はい、あとやっぱり、うん、私はそのバーテックチームが行ったおかげで今回はこう日中暇を持て余すことはなかった、うん、そもそもあの普段からなんでそんな暇なのっていうぐらいだったんだけどね、あの、あ、こういうことねっていうのが分かりました、それも。うん、そうなんですよ。宿がすげえとこに撮ってるとか、移動がめっちゃ変なとこ行ってるっていうのが、はい。そう、なんかそれでいつの間にか一日がいつも終わっちゃうんですけど、今回は結構有効活用できた気がします。まあ、はい。でも、ほら、夕方からの会場入りだから結構昼間ってさ意外と動けると思うのよ、うん、まあその体力とかねその歌った後のなんかねコンディションとかにもよるんだろうけど、うん、なので一応今回はできるだけいろんなところに、まあ、顔を出しに行けるようにっていうスケジュールを組んで動いてたので、うん、まあね何か所かだけだけど、まあでもやっぱ直接行くと全然いろいろ話もねできるし、はい、うん、なんかこう次お願いしますのやつもラリーがもう LINE とか DM だったらもう6とか7ラリーしないといけないから直接出たいですって言えるっていうのが結構ありがたいですね、うん、なんかあとねその誘ってくれてる温度感もわかるし、
あ、確かに。どういうテンションでね、出ませんか、まあ、こっちも出たいですけど、どういうテンションなのかが分かるから。そうそうそう、確かにそれはあるかもしれない。イベント行ってみてどうかってなったらなんか怖いですから、ね、直接会うっていうのちょっと大事かもしれない。なんか空港って24時間空いてるんだと思ってすごい嬉しい気持ちになりました。なんか今回のツアーでこう、はい、宿決まってたけど宿にたどり着けなかったりとか、うん、あと夜行乗るけどお風呂入る場所ないからどうしようってなって、その寝カフェを使う機会が多かったから、はい、なんか夜まで無料であったかい場所提供してくれるのすごいって、あ、何かあったら空港に行こうと思ってますね。あ、なんてダメなのか、空港はあれだけど、うん、まあなんだろう、結構ね寝カフェは使えると思うんだけどな、年齢的にちょっと あんまりね、うん、進める年ではないはずなんだけど、俺はもうちゃんと泊まれよっていう感じの年なんだけど、うん、まあ、ぶっちゃけ作業できるんだよね、ネカフェね。確かに、まあ、私が1日目と2日目撮ったゲストハウスよりは全然居心地が良くて、はい、ゲストハウスの話はね、X に書いたかな、 X に書いたか友達との LINE に書いたから分かんないんだけど、あの皆さんにもお伝えしたくて、まあなんかこう海外向けのね雑誌に載ってるね、はい、ゲストハウスに行ったので、まあ、はい、日本人には会ってないんだよね、その日くっつこうと思ったけど日本人には会わなくて、で水回りもなんかめちゃくちゃ汚いし匂いもやばいし本当にやばかったんですよね、全てが。それをだからなんかラジオで言うことではないんですけどだからでもあの報告あって、はい、人生で初めて、はい、booking.com 評価1にしちゃいましたって話です。ひどい、自分で選んだのにいやだって本当にあれは今までの中で最低すぎたから、なんか初めて評価しようと思って1つけちゃいましたそういうトークじゃないんですか。はい、もっとライブを振り返りましょうよライブ、1日目はアコースティックハウスをお隣に出ました、はいはい、お隣は2回目なんですよね、うん、実は1回目はイベンターさんの企画で出させていただいて、うん、うん、なんかいただいて丸々っていう丸々はないんだけど、でももともと何だろう、その時出た時にめちゃくちゃ雰囲気がおしゃれだな、うん、私が結構めっちゃ好きな雰囲気、後ろに漫画とか置いてあって、うん、で照明もなんか今時の照明で今時ライブハウスの照明じゃなくて、うん、豆電球みたいなのがいっぱいついてる言い方なんて言うんですかね、なんかそんな感じの、はい、あのよく TikTok とかで見かけるような照明で、でまあ本当に水回りもめっちゃ綺麗です。水回りっていうなそう、じゃあ歌ってても結構気持ちいいなっていうか、うん、あのお客さんの表情とかを見ると、うん、なんかどうしてもライブハウスだとなんだろう、表情まあ大体わかるけどはっきりわかんないじゃないですか、まあ、暗くなってね、って照明がこうバーッと前からも来るしね、え、そうそうそう、だからあんまりじっくり見れないけど、うん、結構距離感も近いし、その照明も明るいから、うん、なんか皆さんがこう、こう思ってんだろうなとかの想像の幅が広がるっていうか、結構細かい表情でも見やすいなっていう印象で、はい、どうでした？見てる側としては。いや、だから結構ね、よく配信では見たことがあった場所だったんだけど、実際にどういう配置になってるのかはね分かんなかったから、まあ、結構その意外と、うん、なんつうんだろう、めっちゃ近いなっていうのが、あ目の前だっていう距離感は、そうそうそう、あとなんかおしゃれなね食べ物、食べ物、飲み物みたいなのもあったりしたので、うん、まあもう一回行きたいな、はい、おしゃれな飲み物があったら、まあ、大体もう一回行きたいんでちょっともう一回行きたいなと思いました、はい、安易な考えで。なるほど。で2日目は太陽と月明かりに出させていただきました、はい、なんか
前回この交換イベントで、うん、太陽と月明かりとバーテイクのね、うん、でバーテイク編にも私出演予定だったんですけど、うん、まあ、ちょっとコロナに感染しまして出れなくて、はい、だから本当初めましての方々と初めましての唐揚げっていう感じ唐揚げね、ちょっと楽しみしつつ、あとなんか唐揚げとカレーの相性抜群説っていうイベント名だったんですけど、うん、まあなんとですね、なんかこう別に悪気はなかったんだけど、その日の朝、はい、まあ、その例のゲストハウスに泊まって、でそこから朝行ったら下からめちゃくちゃいい匂いがするんですね、はい、なんかこのホテルの評価は低いけど、なんか隣接されてるレストランの評価は高くて、なんだろうと思って見たら、なんか海外の郷土料理みたいなのが載ってて、チキンがあったの。だから私はチキン食べたいなと思って椅子に座って注文しようと思ったら、今日カレーしかないのって言われちゃったから、カレーを食べちゃって、で夜も結局カレー食べれなかったんですね。食べれなかったじゃなくて食べなかったのね。いや、あのちょっとキャパ的にもうカレーはいいかなっていう感じで食べれなかった。めっちゃゲストハウスの話するやん。いや本当に誰かに伝え、誰かに伝えたくて伝えたくて、だってこれあのプラスに話す機会あるんですよ。ん？なんかツアーのことに関してもプラスに話す機会あるんですよ。はい、今日はなんか結構マイナスの話をしているんじゃないですか。いやいやいや、そ別に振りただ振り返ってるだけなのでね、あの忘れないうちに。ああなるほどね。そうそうそう、どうでした太陽と月明かりは。ここもだから初めて食べました。唐揚げカレー食べた食べた。あ、カレー、カレーはだって俺別にバーテイクのカレーだから。でもそうだけど、うん、なんかね、相性ね、あの確認してるんで、もう立証済みなんで。でもなんか東京では立証されてないのでって言ってたから、皆さんなんか2カ所で立証しなきゃいけないんだ。いや でも私は1回も立証できてないんで、ちょっと、いやでも結構、ね、この日やっぱりお客さんも来てくれたので、うん、うん、結構遠方食べきれました。カレー何カレー食べきれましたとね、いや残念ながらね、完売まではいかなかったかな。あと何倍ぐらいですか。でも何倍だろう、結構ねたくさん作ってったのよ。うん、多めというか、まあどうなってもいいようにというか、うん、なので多分トータル20杯近くの材料は持ってったので、まあ10杯ちょいいったのかな多分。でもカレーってなかなかあのおかわりしづらいので、ね、唐揚げはおかわりできるけど、うん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 、なのでまあ人数分って感じですね。私も食べればちょうどよかったか、まあ、みんな食べれば多分なくなったかなっていうね。だって一回カレーのイベントだって3杯ぐらい食べてましたから、うん、そうそうそう、食べないで行ったら食べてたんだよな、はい、ちょっと後悔はしました。まあ、ね、それが2日目ですね、はい、ちなみにあのこう結構ね、あの久米川、まあ、都心からは遠いのでみんな結構バタバタとね、うんうん、あの電車の時間もあるからいなくなってしまったので、あ、そう、私のホテルがめちゃくちゃ遠くて、はい、なのでこちらはあのタイ、うん、あのタイ付きのスタッフチームとさらに久米川の夜のなんかお店皆さんでご飯食べに行きました。終わったと、楽しそう、はい、いいね、一人で帰ってたのにあの嫌な部屋に。で3日目行きましたね、はい、まあ、3日目はセブンスフロアで、はい、ビーハプさんに出ました、うん、なんかリハブさん出るのは3回目で、このイベントの趣旨としてはなんかこう面白い組み合わせでライブする、なんかそういうハプニング、うん、そこから名前来てるみたいだけど、うん、なんかそのイベントに出させていただいて、まあ、前回前々回はアイドルさんとかと一緒だったんですけど、うん、今回は、まあ、アイドルもいたけどこう弾き語りの方とかもいたりして、うん、はい、なんて言えばいいんですか。でもそもそもセブンスフロア自体が初めての会場だったんですけど、うん、まず広くてびっくりしました。広いし、うん、なんかあそこ付近のなんかライブハウスがめちゃくちゃあったからめっちゃ都会だなって感じましたね。
まあね、あの大系列の場所のビルだからね。そう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 。私なんかこう集合時間より割と早く着いたんですけど、珍しくね。珍しく入りより早く着いたから入れないなと思って待ってたら、はい、その大系列のお客さんとかがちゃんと列作って並んでて、うん、すごいって思いました、うん、それぐらい人気になりたいですね。そうですね、あの下のフロアの方出たいですね。うんうんうん、そう、下のところでみんなで並んでた、うん、あ、個人的にはあのなんかこうあの辺のなんだろう、ウエスト、イーストとかのビルってあのよく、うん、あのクレストっていうところにね、よく、まあ、のバンド連れて行ってたから何回か出てんだけど、うん、あの階段なのよ、うん、エレベーターがなくて。あ、そう、あ、まあ一応あの機材搬入のエレベーターあるんだけど、基本そのなんだろう、普通にこう会場入りするときとかは階段だから、うん、7階って聞いて階段じゃなくてよかったなっていうのが。エレベーターあってよかったっていうのはね。そう、エレベーターあると大変助かるんですよ、はい、とても会場でね。まあバーテックもありますけど、あれなかったらちょっと悲しいかもしれない。まあまあ、なんか分かっていくならいいけど、なんかあの荷物めっちゃ持ってて分かんないで行ったらちょっとショックでした。まあまあまあ、まあ、その渋谷はね、あの結構いろんな人とこうこっちはこっちであの人と会う機会になってたので、うんうん、まあ、あの私もちょっとだけお会いしたりして、初絡みのサッタンもね来てくれたしね。うんうんうん、うん、そこも今、ね、あとバンバンに向けてるところなので、あと小田さんも初めて絡んでくれ、はい、そうそう、だから前の日の対策にも来てくれてたんだけど、なんか結局絡まずにバタバタ帰ったっていうのを後から話してた、うん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 、なんかだから初めてお話しして、うん、その寝カフェに結局泊まることになったけど、うん、その駅の付近まで一緒に行って、うん、荷物をね運んでくれたので、これなんか後から聞いたんだけど、それ手伝ってたら小田くん最終乗り遅れたらしいですちょっと先輩を巻き込まないでくださいよ。もう乗れなくなって歩いたってっていう話は聞きました。人づてに、人づてにあとでちゃんとお礼言いなさいよ本当に。わざわざあのはるばるこっちまで来て、まさかの終電逃させられるとはっていうね、うん、いやでもなんかそこが難しくて、うん、こう私のところに一緒に降りてくれたから、うん、終電逃したわけじゃなくて、うん、あのそもそも間違えてたみたいな、はあらしいです。そっか、まあいいんじゃないですか、はい、まあまあ次に会ったらありがとうございましたはい、でなんか東京の4日目は DY キューブに行ってきました。はい、はい、でも初めての箱だけど挨拶はしたことあって、うん、あとよく SNS で見るし、そうね、なんか実は私がね密かに、まあ、別にラジオとか、配信とかでも言ったりしてないんだけど、はい、憧れてるシンガーソングライターとかがちょっとだけいて、うん、その人たちが DY キューブで固まってたから、うん、結構楽しみにしてて、で、なんだろう、その当日お会いした方々もみんなめちゃくちゃうわめっちゃ好きって感じでした。そうね、あのすごい、あのなんか動線があの会場のまあ、結構ね本当に満席、椅子は満席で立ち見も出てる感じで、楽屋のところからなんか横にすぐカウンターバーカンがすぐ横にあって、なぜかアベコはバーカンでライブを見てるっていうね、謎だったなんか後ろに行くのもいいけど、でも後ろ見づらいよなと思って、で店長にここでいいですかって言ったらいいですって言われたから、ずっとバーカンで見てました。ずっとバーカンでペンギン持って見てるっていうね謎の絵でしたねあれは。そうそうそう、たまにねドリンク作るときちょっと邪魔になってごめんねって避けられてすいませんって感じでしたけど、でも楽しかったし、あそこと、うん、あの照明も結構好き、なんかあのあそこ の, けあのモザイクって箱と同じ系列なんだけど壁が白いのね、うんうん、だから直接その壁を染める感じの色
照明だから。そう、めちゃくちゃ綺麗でしたね、うん、動画撮っとけばよかったと思って。あと個人的にあのなんだろう、もともとそのやり取りをしていたこの 現店長さんがたまたまその日お休みで、もともとの店長さんのね、うんうん、あの大輝さんと、はい、まあやり取りもしてて、こっちもでいずれ行きたいっすねって話してて、やっとね、あの本人に会えたのと、その時 PA してたのがピンクさんって、これも仙台あの専門卒の、うんうんうん、まあ、宮城にねゆかりのある人で、まあ、今から名前も知ってていろいろこう絡みがある人も多かったんだけど、まさか同時に2人ともいる場に、ね、確かに会えたのでよかったなっていう。私ももともとご挨拶したのが大輝さんだったので、うんうん、そうだからお会いできてよかったし、うん、今知りました、うん、今新店長になっているという。ああ、なんか病気であのちょっとねお休みをしてたので今復帰したけどっていう。ああ、そうそうそう、復帰したら戻るんですかね。いやでもまあなんかあそこほらいろんなスタッフがブッキングそれぞれやっているので、うんうん、そうそう、人によって日替わりないろんな企画があるなっていう感じで。そうね、なんかぜひもう一回出たいなって思いました、うん、そうですね、ここは良かったですね、楽しかった、はい。でもなんかこう宮城にも後ろが白の箱とかあればいいのになはなんか あのああいうその特徴のあるライブハウスを置けばもっと人が来てくれるのかなとか思って。いやあんまりそこで人がどうこうはないと思うけど、まあいろんな箱があっていいじゃないですかね。人口問題か。まあ箱の数もすごいからねなんかいろんなアーティストさんにこうお会いして、うん、仙台とか来たことありますかみたいな感じで聞いても、うん、来たことある人一人も会わなかったな。そうね、やっぱり聞いたことはありますみたいな。ツアーもさ、みんな透明班じゃない、やっぱり、うん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 、だから関西の人来てたけど、やっぱ関西の人は東京でとか東京の人は関西でっていう、で間のね名古屋、うん、入れて、東名阪がやっぱ多いんだなって。東北まで来ると結構遠いし、うん、うん、だからやっぱ東北にこう気軽にポン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 来るっていう距離ではまあもともとないんだけど、ほらやっぱり毎回来てくれるアーティストいるじゃん、うん、仙台にも、うんうん、そういう人たちはねやっぱり遠くからはるばる来てんだなっていうのがね改めて、いや思うし、結構珍しがられたりする仙台から来たんですか。今日その大阪来た時も宮崎だとずっと勘違いされてて、いやあの上の方ですって言ったら、あ宮城県かって感じ結構言われましたねちょっともっと宮城の良さをちょっと徐々にね刷り込んでいこうと思います良さというか、なんかマイナスなプロモーションしかしてない気がするけど、いやいやいやしてるよ、あ、してるよ。してないよ。してる。なんだろう。なんかあります？プロモーション。いやいや、なんか。なんか、こう、会った時にした方がいいよ。いや、そうじゃなくて、なんかこう、ほら、今だって、あそこの、なんか、宿が汚いとか、そういうマイナスなこう発信しかしてないから。あ、でもそれは、東京の話。東京の悪口だから。大丈夫。大丈夫なの？宮城は。目でマジ人少ないんだなと思った。でもそうですね、なので行ってみて、本当に人を集めるのが大変だけど、なおさらだから宮城で100人集めましたってなんかすごいってなるはずなんだけどね。思った、はい、なんかうん本当に、あそう5日目は、うん、あの夜行で大阪に移動予定だったので、はい、日中路上ライブしたんですけど、うん、なんか名所みたいな川崎に行って、うん、もうみんな爆音で、川崎はなんか OK みたいな感じらしくて、張り紙にも迷惑にならないようにしか書いてなくて、うん、あやっていいんだと思ってやってたんですけど、はい、人がすごい、うん、こんなに人がいるし、こんなに立ち止まる人もいる、うん、だから音楽好きな人人口の違いもちょっと感じました。なるほど。だから宮城めっちゃ大好きだけど、なんかこう宮城を広めるためにも定期的にやっぱ行かないとダメだなって、そうですね思いました、はい。
なのでもっと計画的にホテルも取って、はい、ちょっともっと頻繁に行きたいなと思います、はい。でもちゃんと今回いろんな人とあのなんだろう直接話をしたことで進んだこともあるし、結構ねいろいろあこっちはこっちでいろいろあの得るものはあったので、はい、うんうん、こんな感じで、まあ俺もね定期的にちょっと最新のねあの東京の情報はどん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 こう仕入れていきたいので、はい、はい、さてやばいです、今日時間カツカツです、まあもうはい分かりましたはい、なのでこんな感じでちょっと今週はざっくり、ツアーのレポートだったので、またちょっと帰ってきてから改めてラジオの方は、ね、でも多分こう疲れてるから今こうやって喋ってるけど、はい、こう冷静になって聞いたら、はい、まあ、なんであんなこと言ったんだろうとか、めっちゃ悪口じゃんとか思ったりする、ね、悪口ばっかでしたねはい、うん、まあ、とりあえずねこれが流れて、また来週それをもとにねもう一回、うん、あのお話をしていきたいと思いますので、はい、はい、ありがとうございました。まずはあとは無事に帰ってきてくださいっていう感じで、そうです、まあ、飛行機がそのまま飛べば大丈夫、はい、飛行機の時間に私が起きるのかどうかなんだけど、空港にいても起きれない可能性があるから、はい、とりあえずあの閉めてください、うん、もう時間です。あこの番組スタイルメーカーズレディオは毎週月曜19時から30分間お送りしております。リクエストや番組への応援メッセージは X のアカウントスタイルメーカーレディオ紹介文にあるフォーム、またはリプ DM 等でお待ちしております。はい、それでは来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティはテイクアップシードタッケとアシスタントのアルココアでした。おやすみもよー。限界だって言うんだ。もう